さあ、こちらのギャンブルタワーのジャンルはローグライクデッキ構築なんですけど、まあ、このジャンルってね、ランダム性があるんで、ある程度ギャンブル性があると思うんですけど、このギャンブルタワーはね、そのギャンブル性がとにかく高いというローグライクデッキ構築ゲームとやっていきましょう。さあ、で、最初ね、キャラクター選ぶんですけども、サイロール。このキャラクターが変わるんだね。この特性あった方がいいよね。パラメーター変わったりもするんだ。で、一番右にしたいね。なんかつけてくれ。これステバックス。これが表示されますが、25GC を交差点ごと。お金だね。で、ギャンブルチップが0から始まるが、ショップは安くなると。まあ、これにしてみようか。一応これ、召喚系のスキルなはずだね。キャラクターとしては。いや、これはもうここ揃えていこう。お。ヘルメットの使用中、ヘルメット装備して終えるとお金ゲットなのかな。じゃあ、これいきます。さあ、まずね、ゲームの説明に入ると思うんですけど、最初はギャンブル性がないんですよね。ある種シンプルなんじゃないかなと思うんですけど。終わるんじゃないか。まあ、一旦目は終わりだね。で、これ捕まえることができるよと。キャプチャーすることができて、こうやってね、やってみようかな。ほら、ゲットです。まあ、これ持っていくとしますけども、攻撃すると敵は眠るんだね。さあ、で、ここがね、準備する場所みたいなところで、まず右にランダム見たんで、これ行ってみよう。何か、罠があるな。罠のとこ何かあるな。いた。アーティファクトを使用するか無料で。オーブか。カードかアーティファクトかみたいなこと？オルゴール。ランダムな敵が一体眠る。いいね。ここでいいじゃん。終了です。で、戻って、これデッキですね。戻って。で、このギャンブラーっていう人がいて、こいつに、こいつから一つ、少なくとも一つ何かね、ギャンブルを背負って、このダンジョンに行かないといけないと。まずはちょっとお買い物とかしといて。足りないですね。安くなってんのかわかんないけど。高すぎて何もできないんですけど。まあ、今日はここにしといてあげよう。で、これガチャ中毒者。25のお金を費やすと、これやるしかないか、じゃあ。キャプチャ宝石を購入するか。さっき使ったやつね。敵を捕まえるやつね。障害が1。別にいっかな。25使ってみる？新しいオブやアーティファクトを取得するチャンスのために入れますかと。なんかゴミみたいな。アーティファクトが赤は悪いやつなんですよね。で、紫は強いやつなんだけど。味方が弱体化するらしい。ゴミですね。で、ヘルメット欲しいからいいかな。わ、これミスじゃん。完全に。だ、良くないやつが出たけど、先に読みませんよと。ギャンブル。で、これギャンブルを少なくとも一つ受けていくんですが、さ、これ各ラウンドのスタート時、サイコロ転がして、ね、これ。失敗したらお金を失う。成功したらランダムなオーブ。え、お金50ないけどいける？で、最初のラウンドで少なくとも敵を1人倒せないと 25HP 失うと。うわー、一体これ運ゲー要素あるよね。さっきは1ターン目でいけたけど、攻撃が少ない場合もあるもんね。
特別なオーブを使用せずに勝つ。特別なオーブってなんだろう。多分ないよ、そんなものは。いけるかな。シンプルだけど、HP がね、まあ行ってみるか。まあこれ本来もうチップありえない失い方になるけど。でもオーブゲットできるチャンス。一番左は多分食らうな。で、これ一つは持っていかないといけない。自信満々なんでね、全部受けていきますよと。いきます。このギャンブルを背負ってね、報酬をゲットしていくと。で、一体まで行っている。あ、罰いきなり。いきなり金なし。じゃあもう何でもいいですね。じゃあ、ね、どうしようかな。いってらっしゃい。もう一旦目敵倒せないけど、これじゃあ。最初これないパターンか。で、さっきの、これ多分そうだよね。この、かぼちゃのせいで出てるゴミみたいなカード。攻撃できるかな。一ターン目で一体とするんだよね。火力は6です。ちなみにこいつは4、マイナス1で5。らしいと。これか。今下げられてるのかな、攻撃力を。いきます。味方死ぬかな。あー死ぬな。あ、耐える。あ、そっか、寝てるか。味方がね、高校なんですよね。あー、これ足んない、足んないね。あー2つ失敗。変わる仕方ないですね。これよ、あ、これ弱いのかな。これ2じゃない、コスト。倒しとこうかな。はい、もう一回せーのと。よし。弱体化すべての敵いいな。まだでも、まだこれ残しておいた方がいいかな。高かったし。やられたけどよ。で、これ捕まえるかどうかですね。まあいらないでしょ。どうぞ。あ、これ帽子じゃないんだ。さあ、やりですね。一つのオーブをゲットするのかな。ターゲットから武器を装備していません。ピアス、ターゲットに。ああ、他の敵に与えるのかな。さあ、一応今最後ゲットしたのが報酬だよね、1個。あ、で、今回ないんだ。48じゃいけないんですよ。で、これ結構重かったね。もうそのまま行こう。ガチャガチャじゃダメです。サモナ2。召喚オーブを使用し、2つのクリーチャーの合計、ああ2までかな、2までかによるよね。ランダムなのにチップね。特別なオーブは多分ね、いけると思うね。1つのクランのみのオーブを使用して勝つと。ああ、ないのかな、どうなんだ。お金失うのはきついぞ。2体なら今と同じなんでできそうな気するよね。2のクリーチャーの合計を召喚。だ、2体だけだろうと。解釈が難しいな。だ、2体出して攻撃して勝てばいいと。もう全部いくから。すごい大変なことしますよ。馬力って何？ちなみにマイナス効果を、わあ、待って、召喚できないか。最初まずいじゃない、それは。めっちゃ敵いるんだけど、しかも殺されちゃうよこれじゃあ。あと、これクリーチャーがいる前提のやつですからね。このカボチャマジいらないんだけど。まだ何もないよね。
捕まえよっかな、もうちょっと何でも。でもこいつ欲しいかな、それなら。一体寝てるとはいえだよね。体力25しかないんです、もう。もう瀕死ですよ。起きたでしょう。やばいやばいやばい。死ぬ。もう4は無理です。やばい、やられる。ワンちゃん強そうだよな。死んだね。さあこれね、ギャンブルをこなしていくと、体力少なかったのはギャンブルのせいですね。まあサイコロで瞬間的に減ったので、あれはもう選べないもんですけど、まあ報酬も大きいので、そのデメリットをね考えながらチャレンジしていく。で3つ選ぶのはね正直ナンセンスです。少なくとも1個でいいんで、2つ以上は自信があるときに入れるもんですね。